尖閣侵入に対してついにアメリカが動き出すことになったようで、中国に対して侵入をやめるように要求したみたい。さすがの米国も中国のやりすぎな行為を見逃さないってわけだな。中国は世界的に民族弾圧について批判を浴びているし、尖閣侵入も言うまでもないぜ。今回はそんな尖閣侵入に関して米国に動きがあった件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動は増加する一方だけど、特に2021年2月20日、21日の両日は領海へ侵入するなどの横暴な行動に政府内では危機感が募っているよ。この2日間にこうした行動に及んだのは中国海警局所属の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するような形で日本の領海内に侵入するという行為を意図的に引き起こしたと見られるんだ。追いかけられた漁業者の気持ちを想像すると腹立たしくなるよな。中国政府は自国の海警局に関する法改正を2月1日から施行させたよ。内容は、自分たちが必要と認めた場合、海警局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルを合法化させたってわけ。中国は個人的に重火器を所持してもいいってわけだな。この改正によって、従来より容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加したことは確かで、また3年前の2017年には中国海警局が軍事警察の管轄下に入ったことも相まって、これまで以上の強硬な姿勢が予期される嫌な状況になってしまったんだ。2020年11月、来日していた中国の王国務委員兼外相は日本の茂木外相の目前で尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、我々はやむなく対応していると発言したよ。王氏の発言内容もだが、問題となったのは反論しなかった茂木外相だな。彼に対して批判の声が殺到したらしい。外務省側の見解では、この時の王外相と茂木外相との記者会見では、双方が自国の見解を主張する場だったので、議論の場ではなかったということみたい。しかし目の前で日本の政策を完全に否定する発言をした王外相に反論もせず、言われっぱなしだったのは、その主張を認めたも同じことではないか。しかも茂木外相は中国語で謝意を示したということにも非難が集中したぜ。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入した事実でも明らかだし、政治上からも現場運用からも厳しくなっていることは間違いようのない事実と言えるね。2021年2月8日の中国外務省の王副報道局長の記者会見では、中国海警局所属艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べた上で、先の海警法改正を盾にその行いを正当化しているみたい。言うまでもなく、この海警法は中国の国内法だから、国際的には通用しないぜ。その上で尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたという中国政府の持論を改めて展開したな。日清戦争は1894年明治27年に起こった日本と中国当時は清との間の戦争で、この戦いに勝利した日本は一気に近代化を進め、西洋に仲間入りしたと勘違いする要因の一つにもなったよ。21世紀の今、100年以上前の戦争を持ち出されてもって感じだな。それを言うなら、太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土はどうなるんだろうな。そして中国も、清の時代にロシア帝国に奪われた領土もあるはずだが。さて、中国が執拗に尖閣諸島の支配権を盾に海域侵入を繰り返しているという状況下でアメリカに動きがあったみたい。国防防総省のカービー報道官が、2月24日の記者会見で、尖閣諸島に日本の主権があると認めた上で、中国の行動を非難する旨の発言を発表したんだ。日本を援護してくれたように見えたので、さすがは同盟国だと喜んだ日本人も多かったはずだぜ。しかしそれからわずか2日後の26日、報道官はその発言の誤りを謝罪し、
日米安保条約に基づいた尖閣諸島を含む日本の防衛にはこれまでと同様、アメリカが関与すると述べるだけに発言を修正したな。このカービー報道官の発言の修正は、アメリカ政府としては従来通り、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在についてはその限りではないという、どっちつかずの玉虫色の内容ということになるね。主権争いにはアメリカは介入しない、つまり中国側には立たないが、日本側に立つつもりもないということなんだろうな。アメリカは当てにならない同盟国だぜ。日本は言うがままに兵器を購入したり、思いやり予算と称して毎年毎年巨額の経費を在日米軍に貢いでいるというのにね。2021年、アメリカは民主党のバイデン新政権に移行したよ。それでも、尖閣諸島の防衛にはこれまで通り、アメリカの後押しが期待できると日本は考えてきたんだろうけど、その頼りなさが分かったようだね。アメリカ一筋というのは危険だと政府関係者も理解してくれたと思いたいよな。前述のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取れば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に持っているのは施設権だけで、主権までは認めていない状態ということだからね。この方針をアメリカは堅持すると、あえて政治的に示したということは、万が一、中国と日本の間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカが日本へ軍事的に支援をしてくれると当てにするのは甘すぎると考えるべきだよ。今まで貢いだ金はドブに捨てただけということにもなりかねないということだな。日本政府はこうしたアメリカの動きと前後して25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表したよ。これは現行の海上保安庁法での海上保安艦の武器使用を明確化しようとする動きだけど、尖閣諸島海域における中国公船への対応が念頭にあるということは言うまでもないよね。海上保安庁法では海上保安官が対峙する相手に対して、重火器を使って危害を加える行動を危害射撃と定義しているけど、昨今の世界情勢を考慮した上で実効的な解釈に踏み込もうとするものと思われるんだ。海上保安庁法は大枠において、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止する目的での武器使用を認めているよ。つまり警察権限の一部として職務執行上の範囲に含んでいるわけだな。しかし被害射撃に限定した場合は、まず正当防衛であること相手が先に攻撃してきた。次に非常に凶悪な犯人殺人犯とかを逮捕する場合だけ行うことができるという条件があるぜ。つまり、その解釈によって是非が問われることにもなるわけで、今回日本政府が示している見解だが、具体的には中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することに当たるとみなすことを意味しているわけだ。つまり、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、日本側の退去勧告を無視してなおも接近を続けた場合、上陸目的と判断してもよし、ということと考えられるよね。さらに海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令された場合にも同じく危害射撃を認めるとしていて、抑止力として対応をより強化しようという解釈と言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調みたいだね。日本の技術力には今まで驚かされてきたから、今回も期待大だな。うんうん。今回はそんな FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定されたよ。これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているみたい。
この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているんだ。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたため、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されることから、それに追随したということだろうな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しているよ。従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだな。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということらしい。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているけど、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるんだよね。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だけど、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったみたい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が、共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたんだ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しているよ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していたぜ。主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたってわけだ。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったよ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったんだけど、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む、連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたんだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退したよな。そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったってわけだ。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したため、偏無的な契約だったんだよね。さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたぜ。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだ。F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを行ってきたよ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているんだ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として、具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したみたい。
この数字は F22 ラプターに搭載されているプラットホイット2社製の F119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したぜ。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だけど、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているね。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XF91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたな。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさとなっているぜ。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたね。さらに2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されているよ。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置なんだ。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているよ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるため敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるわけだ。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているね。といっても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようだぜ。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっているな。高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用している。ユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているため、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるよ。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているぜ。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているわけだ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを、極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。世界でナンバー、ワンとも言える通常動力型潜水艦を建造する日本だけど、昨今輸出の話が出てきているよね。品質はピカイチだろうけど、やはりコスト面が問題だよな。今回は、国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した話について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の防衛省で運用している国産装備品の中でも、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は自他ともに認める世界トップクラスなんだ。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは1960年に就役した。通常動力型潜水艦親潮を皮切りに渦潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして現時点で海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双流型が生まれてきているね。
この60年以上にわたって大東亜戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による潜航深度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しいぜ。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、現在も新たな建造が進められている太平型通常動力潜水艦だな。太平型潜水艦の艦体は基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの規模で、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双流型と比較しても、一回り大きくなっているよ。艦隊の大型化とともに双流型の10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって、艦内の拡充化も進み、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなどして、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した偽装が行われているんだ。また外観上の特徴として、双流型から採用された X 舵が踏襲されており、従来の潜水艦における5舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による、十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵では4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置され、4枚の舵すべてが回答と姿勢制御に関係しているぜ。そのおかげで艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が何らかのダメージを受けて損傷したとしても他の3枚でカバーすることが可能であるため冗長性にも優れ、さらには着底時鎮座時接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加されたな。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアで X 舵が装着されて試験が行われたことがあるが、アメリカ海軍での採用は操作性の問題があるとされて実用化は見送られていたんだよね。一方でヨーロッパの海軍を中心に採用例が多数あり、スウェーデン海軍では1960年代末のシェオルメン級からすでに X 舵が採用されていたみたい。また、船体構造においても新機軸として浮き課題が採用されていて、これは世界でも多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できるらしい。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦隊芸2番艦白芸3番艦人芸までは川崎重工業製の 12V2525SD ディーゼル機関に機が積まれており、潜航中は高出力リチウムイオン蓄電池によって一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて水中最大速力20ノットで潜航できるんだ。双流型においては10番艦の昇流まで潜航時の動力として、スターリングエンジンによる、非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたんだけど、AIP は出力が低くて潜航時には4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式を用いなければならないみたい。防衛装備庁では次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年から取り組んでいて、この蓄電池を使うメリットとしては従来の鉛蓄電池と比べて水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返される充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量の低下も抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、たくさんの優れた特性を持っているよ。中でも満充電に関しては、鉛蓄電池の場合は発電機の出力に余裕があったとしても低い電流量でしか充電できず、さらに満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは危険が伴うため不可能であったぜ。それに対してリチウムイオン蓄電池では、
それらの制約がないことから潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため潜水艦への搭載は困難だとされていたわけだ。そこで日本の企業と防衛装備庁がリチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能としたんだ。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は双流型11番艦欧流に搭載されることが決定し、その採用にあたってはスターリング AIP システムを保有して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討された結果、後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航ができるようになったわけだね。また、太平型では光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知レベルがアップし、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置潜水艦情報管理システム、機関ネットワークシステムの採用によって C4ISTAR における情報処理能力も向上しているぜ。それらの他に大きな変更点としてあったのが潜望鏡であり、潜水艦といえば映画などでよく見かけるのは、艦隊の頂き部から出てくる潜望鏡があって、それを上げて艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、太平型ではその光景が見られないらしい。既存の潜水艦には捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているみたい。光学式潜望鏡とはセールから頂き部の発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える危険性があったんだ。しかし、そういう型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が太平型では2本搭載されることになり、潜望鏡の先端にあるカメラによって撮影された映像が発令所の大きなモニターに表示されることで、複数人が同時に海上の状況や目標を確認できるようになったため、より識別や判断の精度が高まったぜ。また、従来までの光学式潜望鏡はセールから発令所までを1本の筒が貫通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点があったが、非貫通式潜望鏡ではカメラによって撮影した映像は配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫通していないことから艦体の強度を高めることになったな。中国との有事が発生した際には、この太平型通常動力潜水艦が中国海軍の大きな脅威となるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。